さあ、あかねちゃんのストーリーやっていきましょう。教室からスタートです。すみません、用事がありますので。おお、ボイスがある。うん、りょうこ、駅前のカフェ気になんない？パンケーキにクリームたっぷりらしいよ。 SNS で評判らしいし、ってことでね。あ、放課後ですね、これは。今日は図書室で本を読む予定なんです。おお、自分の予定を変えない。うん、さすがですね、あかねちゃん。りょうこ、カフェで本を読めばいいじゃん、ってことでね。まあ理にかなってはいるけども。うん、鹿島、ほりゃほらほら、りょうこもうみんな行くってさ、ってことでね。あ、多分3人だけじゃないんですけど、他にも何人かいるんでしょう。うん、りょうこもうしょうがないか、ってことでね。それじゃあまた、今度は一緒に遊びに行こうね、ってことでね。りょうこちゃん優しいっすね。確かりょうこちゃんってあれですよね、転校しちゃった子ですよね。うん、でも今でもなんかつながりがあるみたいな感じになってましたけどね。ようやくこれで落ち着いて本が読めますね。うんうん、カフェ、カラオケ、お菓子パーティー、皆さん友人と毎日一緒にいますが。ねえ、そんなよく毎日ね一緒にいられんな。中には私のように他にやりたいことがある人もいるはず。そうそうそう、もしかして我慢している？そこまでして人に合わせる意味とは一体。まあ、あれじゃないですか、その学校という、まあ、組織グループでいるからには人と関わっていかないといけない。でそこからなんか私やりたいことがあるんだけど、あ、私ここでやっぱ行かないとか、いや私はいいやってなると、そのグループ内でもう何あいつみたいなことになって、今度から誘うのやめようぜみたいな、はぶられて一人になってしまう。一人になることが嫌で、そこを自分のやりたいことを我慢して仕方なくそこにいるっていう子もいると思う。うん、おりません。うん、いや、あかねちゃんみたいなね、こうやって我を貫くというか、自分のやりたいことありますんでみたいなことを言える子は本当にね貴重だし、それが正しいと思う。もし私が昔のままだったら、あのメガネを外した状態ですね。さあ、あかねちゃんメガネを外すんだ。この本は家で読んだ方がいいですね。なんだか少し気分が乗りません。あらま。さあ、そして街中ですね。帰宅途中でしょうか。りょうこ、あれ、あかねじゃんってことね。くすのきさん。くすのきさんっていうの、くすのきりょうこさんっていうのね、この子。今代わりなの？図書室での読書は、読書は、いえ、あまり。なので、家に帰って続きを読もうかと。ああ、なるほど。どんな本？ってことね。社会学と合理的選択理論についての本です。おう。まだ読み終わっていませんが、大変面白いです。すごいな、すごい。すごい難しい文字が乱立され横並びだ、すごいな。うわ、難しそう。ねえねえ、その本って学校の図書室にまだあるってことね。うわ、りょうこちゃん読むの？この一冊だけですね。うん、私が読み終わったら楠木さんが読みますか？多分おそらく最初の3ページぐらいで、あ、もう無理ってなる。うん、いや、家の近くの図書館にもあるかも。読み終わったら感想会ね、ということで、りょうこちゃんなかなかのチャレンジャー。ほう。おお、びっくり。マジかみたいな。え、いや、ってことで、そうではありませんが、私と話をするためにわざわざ読むつもりなのですか？ふむふむ、うん。うん、おお、すごい。この子すごいぞ。趣味の不一致が分かるだけと思いますが。あかねちゃんもそこは理解している。それが面白いんじゃん。いや、意外と私にも面白い本かもしれないし、あかねともっと仲良くなるきっかけが見つかるかも、だよね。
この子いい子、本当に。うん。仲良くなりたい。皆さんといつも一緒にいるのも同じ理由ですか？まあそうなるかも。そうなるかな。そこまで深くは考えてないけど、好きな子とか、仲のいい子とかさ、一緒にいることをしたいって変かなというね。いろんなことをしたいって変かな。もちろん大変な時もあるよ。さっきの本だって、簡単には読めないと思うし、あ、りょうこちゃんもそこは理解している。うん。それでもあかりのことが、少しでも分かって後で話で盛り上がれたら、きっとすごい楽しいと思うんだということでね。この子本当にいい子だな。歩み寄ってくれる。うん、ありがたいことっすね。なるほど。うん。鹿島、ちょっと涼子帰らないのってことね。あ、鹿島ちゃん、あばあば、それじゃね、本絶対読むから今度話そうねってことね。いい子だ。周りに合わせることで想像以上の楽しさを味わうことができるというわけですね。冷静な分析、本当。それは1の労力で10の得があるかもしれない。不合理に見えますが、実は合理的なんですね。うん。すっきりしました。少し皆さんのことが分かった気がします。お。これで読書にも集中できそうです。楠木さんには感謝しないといけませんね。うん。